武器敏感駅に到着するモノレールクアラルンプールモノレールが成功した後、公共交通機関の利用者増加及び交通網の混雑緩和のためにマレーシアに用意された数多くの提案があった。モノレールは最近の高速輸送システムと比較した場合、例えば静粛性、建設の容易さ、低コスト及び誹謗外物の点で輸送システムの一般的な選択肢となった。 マレーシアのクアラルンプールにあるクアラルンプールモノレールシステムは2003年8月31日に開業しており延長 8.6km の2本の平行高架トラック上を走行し11駅を取り扱っている。当モノレールはゴールデントライアングルとクアラルンプールの主要駅であるキロリットルセントラル駅を結んでいる。マレーシア政府は 車庫のアップグレード及び車両を2両編成から4両編成に増結することを発表した。延長 3km の単線環状線であるサンウェイモノレールは2000年の開業時にはマレーシア発のモノレールであった。道路線はサンウェイピラミッドモール、サンウェイラグーンテーマパーク及びその周囲地域とより大きなクランバレー鉄道システムを結ぶことを主な目的としていた。 道路線はすぐに閉鎖されており、その後2007年に道路線を復活させるための計画が提案されたが、KTM コミューターのスティアジャヤ駅への接続は計画に盛り込まれていなかった。村下の延長 1.6km の村下モノレールは2010年10月に開業したが、技術的な問題のためにすぐに閉鎖された。2011年に東モノレールが再開業された。 プトラジャヤにて、プトラジャヤモノレールの建設が開始された。クリアトランジットのサイバージャヤ、プトラジャヤ駅に接続しており、当計画では2本の路線が必要とされた。2004年に、トモノレールの建設が中断された。ありがとうございます。